はい、皆さんこんにちは、千載一遇です。今日はですね、一つご報告がありまして、実は、先日、サッカーチームとですね、あるサッカーチームと法人パートナー契約を結ぶことになりました。このサッカーチームというのはクリアソン新宿、ここと法人パートナー契約を結びました。たまたま縁があってクリアソン新宿さんとおつなぎいただいたんですけども、正直申しまして、私の本業は市場の仲卸ですから、市場の仲卸、野菜果物を扱っている業者とサッカーチームで何か、共通する部分あるかなっていうと、正直ご紹介いただいた方は何かが生まれるはずだっていうことでつないでくれたんですけども、ちょっと無茶ぶりだよなっていうふうに最初は思いました。ただいろいろ話をしていると、なんとなく、こんなことができるんじゃないかなっていう、今我々が目指しているものと、同じ方向に向かっていく、いけるような何かが生み出せるんじゃないかなっていうふうに思いましたんで、今回このパートナー契約というものを締結させていただきました。クリアソン新宿さんは、新宿の、サッカーチームなんですけども、サッカーを通じて、世の中に感動を創造し続ける存在でありたいということと、そして、新宿の街の活性化とか、ただただサッカーのチームということだけではなくて、いろんなことに取り組まれているようです。クリアソン新宿さんはそういうふうにいろんなミッションを持って仕事をされている。我々もただ単純に野菜を、成果物を仕入れて販売するという存在ではなくて、その取り組みが農業の発展につながるような、そんなことをしていきたいなっていうふうには近年思っています。もう20年以上も東京野菜の取り組みもしていますし、そして有機ジャスの農産物の取り扱いというのも、もう20年近く取り組んでいます。そういう中で、今どんどん農業人口が減っている。このままいくと農業もなかなか難しいなという中で、前にもご紹介しましたが、千載一遇農園という新たな取り組みをスタートしました。そして、今回、このクリアソン新宿さんとの取り組みでも、何か例えば農業×スポーツみたいなことができないかなというふうに思いまして、いろいろと今ご提案をしています。当社で、去年から取り組んでいる千載一遇農園を活用して、サッカーとつながっていく、サッカーチームとつながっていくということを、ちょっとイメージして、ご提案をしています。例えばクリアソン新宿さんのチームカラーは紫色なんですね。で、じゃあ紫色だったら、そのチームカラーに、なぞって紫色の野菜を、一緒に生産するっていうのはどうだろうというふうに思いました。具体的に言いますと、紫人参を東京都内のなるべく新宿に近い畑で栽培をする、そんなことを提案しました。で、その紫人参を農家さんの指導でサッカーチームのスタッフ、もしかしたら選手も含まれるかもしれないです。そしてスポンサーの皆さん、またサッカーチームのファンの人たち、こういった人たちの交流の場にもしながら農業体験をする。そして収穫した紫人参を活用していろんな取り組みを行っていく。もちろん野菜ですから、それをみんなで消費しましょうということはあると思います。ただ消費するだけではなくて、例えば、社会的意義のある活動として子ども食堂に一部寄付しましょうというような、そういうこともできるかもしれない。そして収穫した紫の野菜、これすごく色が出るんで、この紫人参を使って野菜染めをする。そしてその紫色に染めたものを使って、例えばチームの、タオルであったりとかユニフォームであったり、そういうグッズに作り変えることもできるかもしれない。そしてその野菜染めの一部工程を福祉施設にお願いをして、福祉連携も実現する、そんなことが、イメージできます。紫人参は、食べ物ですから、他の飲料とかにも作り変えられないかなというふうに思っています。紫人参ジュースですね。これもすごい色が出るんですよ。試作をしてみました。そしてこの紫人参ジュースを、例えばサッカーの試合の時に、子どもたち、応援している子どもたちに、提供することもできますし、例えば、この紫人参ジュースを
割り材に使って新宿の街の居酒屋さんたちでクリアソン新宿サワーとして提供する。そしてそのサワーを通じて街であったりとか街の飲食店を活性化していく、そういった取り組みにつなげていくみたいなこともできるかもしれないなというふうに思っています。要はこの取り組みを通じて、いろんな人たちが、情報を発信していく、そんなツールに、この千載一遇農園を活用していただく、そんなイメージを持っています。もちろん今お話ししているようなことがそのままプロジェクトとして、スタートするかどうかは分かりません。ただ、何かこういった一つのテーマを持てば何か新しいものを生み出す一つのきっかけになるんじゃないかなっていうふうに考えています。パートナー契約を結んでまだ、日が浅いんでこれから何をしようかっていう、話を進めていきます。先ほどこんなことができるかなっていう話も、その通りになるかは分かりません。でもそういうふうに、新しい取り組みをすることによって、生産者の皆さんにとっても新たな出口が想像できるかもしれない。農業とサッカーがつながることで、新たな需要が生まれるかもしれない。そんなことを期待しながら法人パートナー契約というものを結ばせていただきました。今度10月9日にですね、このクリアソン新宿さんが新宿の国立競技場ですね、こちらで鈴鹿ポイントゲッターズというチーム、ここは三浦和さんが所属するチームらしいんですけども、その対戦を予定しているようです。私も現地に行って応援をしようかなというふうに思ってます。このスポーツと農業、サッカーと農業ということがつながることで何ができるか非常にワクワクしています。皆さんにも注目をしていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。